皆さんいかがお過ごしですか。福島恵美です。今日の熊本市政代理テレビ版は地域政策課からのお知らせです。就職転勤入学が多い3月中旬から4月中旬にかけては手続きの窓口が大変混雑します。新型コロナウイルス感染症対策のためご来庁の際は手洗い・アルコール消毒やマスクの着用を含む席エチケットの協力をお願いします。今回は混雑解消に役立つ情報をお伝えします。こちらは混雑予想カレンダーです。窓口が混雑する3月中旬からの開庁日の混雑状況の予測を掲載しています。手続きの際は参考にしてください。また各区民課および一部の総合出張所の窓口についてはスマートフォンなどがあれば呼び出し状況、待ち時間をネットなどを使いリアルタイムで確認することができます。待合所での混雑を避け車内やお買い物先でお待ちいただくことも可能です。ぜひご利用ください。熊本市のホームページで窓口情報で検索か受付番号札の QR コードで確認してください。さらに平日に手続きができない方などを対象に区役所の窓口を4月5日日曜日に臨時開設します。時間は午前8時30分から午後5時15分まで。開設窓口は各区役所の区民課、福祉課、保健子ども課です。パスポート申請の受付など一部取り扱えない業務もありますので詳しくは熊本市のホームページまたは担当課へお尋ねください。なお総合出張所は開設しておりませんので注意してください。引っ越しの手続きはお住まいの区に関係なくどの区役所総合出張所でも可能です。また住民票など証明書発行についてはマイナンバーカードをお持ちの方はお近くのコンビニでの発行がおすすめです。待ち時間もなく窓口よりも安く利用できます。引っ越しの手続きに必要な書類などにつきましては熊本市のホームページまたは担当課までお尋ねください。熊本市政代理テレビ版次回の放送は3月20日です。ぜひご覧ください。